バックレスドレスを着用したクララボー1920年代半ばバックレスドレスは背中部分を露出させる形にデザインされたドレスを指すバックレスドレスはイブニングドレスやウェディングドレスとしてフォーマルな場において一般的に着用されドレスの形状はホルターネックミニスカート床まで伸びるものなど様々であるバックレスドレスが 初めて出現したのは1920年代である。1930年代、このスタイルは当時流行していた日光浴と結びつき、バックレスドレスは日焼けの後となる線は見せずに日焼けを披露するための一つの方法となった。着用者は通常日焼けの効果を披露できるようスリムでなければならなかった。バックレスドレスは様々な方法で着用されている。 最も一般的なものは着用者の首の後ろにドレスの一部分もしくは紐を通すホルターネックスタイルである。首に通す紐は着用者の紙で覆うことができるため他人にはドレスを支えるものがないような印象を与えることができる。また短い袖もしくはスパゲッティストラップを使用して支えることもでき、この場合は肩で支える形で着用する。 密着型のドレスやシースルーもまたバックレスドレスを着用する際に用いられる方法の一つである。バックレスドレスで露出する大きさは様々であり、背中上部、背中上部から中央部を露出させるスタイル、肩甲骨を露出させるスタイルなどがある。また、臀部付近まで切れ込みの入ったバックレスドレスも存在する。バックレスというスタイルはインド人女性がサリーや ガーグラと共に着用するチョリにおいても見られる。背中部分に関しては、一部分を露出する、スタイルと紐を利用することで、全体を露出するスタイルがある。バックレスの距離は、寝巻きとして一般的だったが、西洋のファッションの影響を受けて、昼間の服装にも着用されるようになったものである。この服装を、自意識過剰にならずに着用するには洗練された、女性であることが要求される。 この服装は、ナウタンキー・サーラにおいて、歌を歌う際に、マドリ・リークシットが着用していたことで人気に火がついた。インドの女優ビディア・バーランは、ドレープやブラウスと合わせることでサリーをセクシーに見せることができるし、何層も重ねて服を着るよりも肌をさらす服装の方が好きだから、私はいつも腰までの長さのブラウスを着ていると述べている。胸部を支えるという点に関しては、 バックレスドレスを着用する多くの女性、特にバストサイズの大きな女性の間で問題となっている。解決策の一つとしてブラジャーのデザインの変更を行うというものがある。ブラジャーの中にはサイズ変化に対応できるもの、胸部に密着させることができるもの、アンダーワイヤーブラ、紐なし、ブラなどがある。またバストサイズの大きな女性が バックレスドレスが着用できるようデザインされたブラジャーも存在する。ありがとうございます。